高田哲夫は、日本の元アメリカンフットボール選手、コーチ、大阪府出身。X リーグ西地区のパナソニックインパルスに所属。現役時代のポジションは QB。身長180センチメートル、体重82キログラム。QB としては大柄な方で、パス攻撃の多彩さに加え、パワフルな自身の乱も魅力の一つである。 2007年アメリカンフットボールワールドカップ日本代表タッチフットボールチームハジョモンキーズでキャリアをスタート大阪産業大学附属高校のエース QB として活躍1999年にはクリスマスボールを制覇する2000年立命館大学に進みアメリカンフットボール部に入部するランパスともに優れた高田の能力を活かすべく攻撃チームは ショットガンフォーメーションを採用し、高田は年時からスターター QB として活躍する。しかし DL、石田力也やエース QB の尾崎洋介などを擁した関西学院大学の壁は厚く、1、2年時は甲子園ボールへは進めなかった。翌2002年の関西学生リーグ、阪急西宮スタジアムで行われた関西学院大学戦では、 高校時代からのホットラインである、木下の明への91ヤード先制タッチダウンを奪う活躍を見せるが、第1クォーターで負傷交代する。しかし、その後は控え q b の杉田圭介が高田に劣らない、クォーターバッキングを見せ、最終的に48から14で関西学院大学に圧勝した。高田はその後の甲子園ボールを欠場するが、 年間最優秀選手賞であるミルズ杯を受賞する。ライスボールにて復帰し、社会人王者のシーガルズを下して、初めて日本一の座を獲得した。2003年度、4年時には、パンサーズの中心選手として活躍し、副賞の川瀬里氏や同学年のレイスヤキラ、一学年下の長谷川正エーラーのレシーバージンや、エース RB の騎士の君彦の活躍もあり、 周期リーグは2年連続の全勝優勝を果たし、念願であった甲子園の土を踏んだ。甲子園ボールでは法政大学を下し、2年連続でミルズ杯を受賞する。ライスボールでは2本のタッチダウンやスペシャルプレイを演出するなどの活躍でオンワードスカイラークスを下して日本一となり、大会 MVP であるポールラッシュ杯を受賞した。 卒業できず留年になった2004年度は QB コーチとしてチームをサポートする。チームは甲子園ボールを制覇するが、ライスボールでは立命館大学 OB の多く所属する松下電光インパルスに敗れる。2005年3月、立命館大学経営学部卒業。松下電光インパルスへ電撃入団大学卒業後、大手保険会社に就職したが、 8月の X リーグの登録締め切り直前に松下電工に中途入社。本来は翌年春の入社予定であったが来てもらうなら早い方がいいとの会社側の判断で中途採用となった。周期リーグ第2節の神戸ファイニーズ戦でデビューし第3節の岩谷サイドワインダーズ戦では2回中1回のパス成功を記録するなど非凡なところを見せた。その後は レギュラー QB ーーーとしてオフェンスを支える。2007年度は社会人王者としてライスボールに出場。学生王者の関西学院大学ファイターズを下し、高校、大学時代に続いて社会人でも日本一を達成した。大学時代以来二度目となるポールラッシュ杯も受賞し、日大、レナウンで受賞した松岡秀樹に続いて大学、社会人の双方で受賞した。 史上2人目の選手となった。また、同年日本での開催となった第3回ワールドカップ、日本代表にも選出された。2008年度には、会社名変更によりチーム名が、パナソニック電光インパルスに変更。2年連続で、ライスボールに出場したが、学生王者の母校、立命館大学パンサーズに、接戦の末、13から17で敗れた。 パナソニック電光インパルス公式サイトありがとうございます。